さん実はエルフラメンコでする同じメンバーで、あのユーポートで新しい作品をいたします。題名はサクロモンテって言って、ジプシーの住んでる洞窟の町の話ですけど、多分内容はあのウエストサイド物語とかロミオとジュリエットに似てますけど、素晴らしいあのジプシーの人たちの葛藤を描きます。ぜひ見てください。すごくあの素晴らしい作品になる自信がありますし、悲劇ですけどあの愛にあふれた素晴らしいものです。ニューポート12月9日7時の開演です。